はい、皆さんこんにちは。セイキンゲームズマインクラフトへようこそ。セイキン&ポンちゃんです。今日も行きましょう。ポンちゃんを探せ。それでは本日の本編いきたいと思います。今日もリクエスト企画です。たくさんのリクエスト毎度ありがとうございます。今回はね、ついにあれをやっちゃいますよ。ポンちゃんファッションショー、イエーイ。早速ね、ポンちゃんが準備に取り掛かってますが、この場所にランウェイを作ってポンちゃんファッションショー今日開催したいと思います。そうですね、パリコレならぬポンコレ2016ということでやりたいと思います。まあランウェイは僕が作りますよ、基本的にはね。うん、で早速これ持ってるんですけど、これね、キノコなんですね。今日素材として実はキノコを使おうと思っております。あと石英ブロックと、これもキノコでしょ、色違いのキノコ2種類と石英ブロック、まあ基本そうだよね。これ作ろうと思います。じゃあやろうか。もう神社もしっちゃかめっちゃかですよね。もうだって狛犬降りちゃってるし、もうこれ逃げてるから普通に自由でしょあなたっていうね。でも神様はね、元気にしてるんですよ。そういえばうちの神様、毎回お供え持ってくるのですすまぬ。さあ作業開始しようか。そう、本当はもともとここに何があったかっていうと、あれがあったんだよね、白黒羊牧場。あのね、どうしてもここ狼が出ちゃってやられちゃうんですよね。っていうことで廃止しました残念ながら。うん、しょうがない。よし、じゃあ作ろう。僕の中ではもう構想はできてるんで、まずそうだな、キノコで、ほい、ここスタートで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14で、まあこれ今作ってんの、これランウェイなんですけど、真ん中をこれにしようと思ったんですよ。石英ブロックかっこいいから、おお、きれいきれい、うん、ね、なんで横キノコなのって話なんですけどまあね、ポンコレですからそんなもんですよ。エクレアみたい、何でも食べ物に例えちゃうからねモデルの方はね、今まだ休憩中ですから今日今夜開催だからねそうそう、それまでやっぱりこう準備がありますから、いろいろリハーサルとかね。で、ここでこれを使おう。これを使ってまあゲートを作ろうと思うんですけど、よくあるじゃないですか、こうね、出てくる前に ゲートじゃないかもしれないけど、こう横からこう出てきますよね、ああいうのねだからそれをイメージして、これを使って、そうね、バランスで言うとまあ3ブロックにしよう。よし、このぐらいで、これちょっとこういう感じで作っていきます。じゃあこっちも同様にね、作っていきます。ほいほいほいっと。モデルさん、はい、これから本番ですけど夜大丈夫ですか。あ、その前にシェイプアップみたいな、お風呂、お風呂で、お風呂じゃないけどねそこね、あ、天然のお風呂ってことで、はい、なるほど。はい、今ねゲートができました。ただね、これじゃダメなんですよ。うん、もうちょっとこうポンコレってことはね、こだわって作りたいと思うんですけどそうですね、なんとなくね、やっぱりね、もうせっかくキノコ使ってるんで、キノコっぽくしたいっていうのがあって、ここを1段こう上げて、さらにこういう感じだね、やっぱキノコっぽいけど、こうですよね、はい、でこう、よし、これでいいんじゃないですか。うん、多分ね、外観は OK なので、これで、ポンコレ開催、まあ基本的にね、夜なので、夜に向けて松明とかつけちゃおうかなって思ってるんですよね。この辺がね、ちょっと暗くなった方がね、雰囲気がいいかと思いまして、こういう感じ。どうですかポンコレ、モデルさん、綺麗、良さそう、うん、予想通り、イメージ通り、そうだね、よし、おー、いい感じいい感じいいねポンコレ、そうですよ、こっちから出てくるわけですからね、こっちからこう、こう横からね、大体こうモデルさんがこう出てきて、さっさっさっとさっそうと歩いて戻っていくわけなんで、そうなるとやっぱりこの後ろがちょっとまだ足りないね。もう少しここまで綺麗にしといた方がいいな。うん、
こんぐらい。ここもちょっとこう埋めていきつつだね。で、ここまででね、これ以上ちょっとはみ出るんで、やっぱり表から見た時もね、綺麗な方がいいんで、こういう感じかな。うん、こんな感じで、あとはやっぱりモデルさんが登りやすいようにするためにはこう階段でしょう。うん、こういう感じ。うん、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。ほい、ここにね、大体なんかライトなんかあったりするんで、まあうちの場合は松明で。もういいんじゃないの。はい、ということでポンコレのステージが完成しました。いかがでしょうか、専属モデルのポンさん。キノコ、ええ、キノコ、キノコステージいかがでしょうか。いい感じ、盛り上がりそう。そうですね、はい、いいですね、はい、じゃあね、夜までにまたね、衣装等準備よろしくお願いします。はい、はい、皆様大変お待たせいたしました。ポンコレ2016開幕です。まずはこちら、シャツインコーデプラス赤い花。こちらはよく見かけるおなじみスタイルですね。白いズボンにオレンジシャツをイン。ポイントはシャツインをすることで動きやすさを重視していることです。手に持っているのは花のようですね。花屋のオーナーでもあります。続いてシャツインコーデプラス土ブロック、先ほどと色違いのズボンですね。本人曰く色は気分で決めているそうですが、ちなみに僕は金色が好きです。皆さんはどちらの色が好きですか。手に持っているのは土ブロック。気がつくとなぜかいつも手に持っています。続いてダイヤの帽子プラスダイヤのクワ。こちらは主に作業時によく見かけますね。基本的にダイヤの服は重くて嫌だと言っています。ネザーに行く時や敵を倒す際はしぶしぶ着ています。手に持っているのはクワでしょうか。続いてこちら、シャツインプラスメッシュ帽子プラススポンジ。こちらはシャツインコーデにさらにメッシュ帽をかぶるという独特なスタイル。本人一番のお気に入りコーデだそうです。そして最近入手したスポンジ、可愛くて好きだとのことです。まあ本当はメッシュではなく鎖なんですが、本人はメッシュだと思っております。続きましてメッシュ帽プラスメッシュズボンプラス金のリンゴ。ポンちゃんといえばメッシュですよね。なぜか上の服を着ないのが本人のこだわり。上の服を着るとガンダムになってしまうとのことです。こちらは通気性が抜群なので好きだということです。手には金のリンゴ、不思議な組み合わせです。それにしても個人的に思うのは、どうも赤ちゃんのように見えるということです。最後はこちら、初公開コーデ革帽子プラス白い上着、そしてメッシュズボン、革靴、そしてクッキー。こちらは秋を意識したコーデだそうです。ポイントは帽子と靴を革で合わせて統一感を出したということです。ズボンをメッシュにしたことにより
日中少し暑くても大丈夫。手に持っているのはクッキー。食欲の秋ということでしょうか。個人的には秋コーデというよりはシベリアの方みたいになってますね。そのように感じます。はい、ということでポンコレ2016、皆さんいかがだったでしょうか。お気に入りのファッションありましたか。ぜひこの秋お試しください。それではまたお会いしましょう。 See you next time。 いやー、これね、前回作った羊毛回収機なんですけど、まあ前回はね、空色さんが大暴走して大変だったんですよね。勝手にトロコ乗っちゃってもうね、空色さんどこ行ったかなーってこう探してたわけですよ、さっきも。そしたらね、なんとね、彼はね、あそこにいたんですよね。なんなのあの人は。なんなんだろうね、この空色さんは。どうやってあそこ登ったんだ、彼は。でもスーッとはしごがあったから登ったんだろうね、きっと。あれ、本当は人間なんじゃない、あれ。羊じゃないよ、きっとあれ。空色さん、何やってんの、君は。落ちるよ。ああ、落ちる落ちる。ああ、変わってるね。だってグレーさん普通だからね。グレーさん、この人普通に過ごしてるのにさ。それだけあんなとこっておかしいんだな、ほんと。それでは正解発表です。読んでみましょう。ポンちゃん、お、跳ねております、跳ねております。さあ、出てきました。正解は花壇の中です。セイキン夫婦のマイクラ、2人で頑張ってます。チャンネル登録をすると最新の動画が見つけやすくなります。またセイキンのツイッターでも随時最新情報を更新しています。お気軽にチャンネル登録フォローをしてみてください。Keep your head up. どんな時もひたむき。